ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢は、海道神社という神社を知っているか？海道神社？聞いたことがないわね。まあ、意外と知られていないマイナー神社だからな。実はこの神社、伝承と文献に食い違いがあるというんだ。何それちょっと気になるじゃない。それじゃあ今回は、海道神社について解説していくぜ。それではゆっくりしていってねー。まず海道神社についてざっくりと紹介していこう。海道神社は長崎県新上五島町、有川郷船津地区の御子島に鎮座する神社だ。マイナーとは言ったが、クジラの顎骨を使用した鳥居があることで有名なんだぜ。うわすごクジラの顎骨で鳥居が作れるのね。海道神社は海道神、和田摘を主祭神として、ヒルコ神を祀っているという。ヒルコ？ヒルコ神は日本神話にも登場する神だ。古事記によると、国生みの際に、イザナギとイザナミとの間に生まれた最初の神であるとも言われているな。結構重要な神じゃない。それなのにマイナーな神社って呼ばれてるの？なぜマイナーとされているかというと、神社自体はそこまで大きいものじゃないからだ。石段もそこまで高いわけじゃないからな。そうなんだ。結構すごそうな神社なのに。まあな。ただちょっと面白い特徴がある神社で、実はいつ創建されたのかが未だにわかっていないらしいんだよ。普通はわかってるもんじゃないの？創建の時期くらい、町や長崎県のほとんどの資料等に記載されている遺書によると、1617年頃にかけて、有川村で毎年6月17日に限って海で遊泳する大人、子供が、出来丸してしまうという事故が相次いでいたらしい。出来丸？急に不吉な話が出てくるじゃない。当時の名主が海道神からの信託によって、石碑を混入することになり、さらに即興の寸劇を奉納したところ、出来丸者はいなくなったという伝承がある。まあ神への貢ぎ物によって災いがなくなったという伝説だな。寸劇で満足してくれるんだ。よっぽど面白い寸劇だったのかしらね。だとしたら結構面白いな。そして現在ではその時の風習が残ってか、年中行事である17日祭りが行われているそうだ。参加者は祭り林と共に寸劇をするという祭りらしいぜ。まさかの寸劇を伝統にしてるんだ。やる方も大変でしょうねそれは。向こうではにわか芝居と呼ぶらしいな。当然毎年違う芝居を見せてくれるから、伝統でありながらも、毎回新鮮な気持ちで見てられる、飽きのこないお祭りみたいだ。毎回違う演目を考えるとなると、やる側も大変そうね。まあ、史実通りに考えると、和田摘様を満足させるための祭りなわけだからな。決して飽きさせるような祭りをしてはいけないというわけだ。そりゃそうでしょうけど、やってる側も毎回考えるのは楽しいのかもしれないわね。さて、400年以上の歴史を持つ由緒ある祭りであり神社なんだが、実は近年、研究が進んだことでいくつかの矛盾点が指摘されたそうだ。矛盾点って、どういうもの？町や県の伝承によると、有川村で出来丸社が出たのが1617年6月17日。しかし江戸時代中期から明治初期にかけて、各地の村の漁業、農業等を記した。江口文書という書物が発見されたり、1868年に記された姥君神社の縁起書が発見されたりして、史実の照らし合わせが行われた。ふむふむ、それらの書物によると、1598年の姥君神社奉仙の際、それを守護するおこかみとして、有川湾の中の島に友人を祀り、これにちなんで島の名前をおこ島とした、と記述されていたそうだ。ここにもおこ島が登場しているわね。どういうことかしら？それに、友人を祀ったとも書かれてるのよね。その友人って海道神様のことじゃないの？実中八九、その通りだと思うぜ。つまり江口文書や姥君神社の縁起書が正しければ、町や県に伝わる史実は間違いということになる。あれ？これはとんでもない矛盾だわ。それじゃあ6月17日に多くの出来丸人が出た、っていう情報も間違いかもしれないじゃない。そうなんだよ。まさに伝承と文献に食い違いありってことだ。さらに当時の資料を読み漁ってみると、町や県では当時の名手のことを、大人という役職で、呼んでいたらしいんだが、江口文書の中には、そのような役職の名前は記されていなかった。つまりそんな役職は当時存在していなかったんだ。何それ？じゃあ町や県が嘘をついてるってこと？嘘をついてるとまでは言わないが、どこかで食い違いが発生してしまっているな。もっと言うと、当時名主だった人物の名前を調べてみたところ、その人物の名前が登場するのは、1755年以降だったんだ。出来丸社が増えて、寸劇で神のご機嫌を取ったという1617年には存在しない人物だったんだよ。もう何もかもめちゃくちゃだわ。いない人物の話をしていたなんて、いないとは言わないが、時代が合わないのは奇妙だよな。でも、1617年に存在しないっていうなら、どうして1617年に出来丸人が多く現れた、みたいな話が出てきちゃったのかしら？
それじゃあこの辺で、時代の流れを少し整理していこうか。まずで決まるした人が多く現れたのが、1617年ということだが。そうね。だが、その時には脱弥様の怒りを鎮めて寸劇をした名主は1755年以降に現れた人物だった。だから伝承と違うじゃないかってことよね。これに関しての一つの考察として、伝承は後から作られた説があるぜ。後から、作られた説？多分なんだが、1617年に謎の出来丸事件が起きたのは事実なんだろう。しかしその時に名主というものは現れず、お祈りか何かをして事件は収まった。その後、1755年になってから名主が現れて、後から寸劇の話が作られた。どうしてわざわざ後からつける必要があったのよ。もしもお祈りとかで解決したなら、そのことを伝承として伝えていけばいいのに。確かにそれもそうなんだが、おそらくお祈りをした際にも、名主的な存在の何者かがいた可能性がある。だがその際沈めた人物には特に何の役職もなかった。たまたま祈りを捧げていただけ、という可能性だってあるってこと？そう。しかしそれでは伝承としては物足りないから、後に名主の役職を持った人間が現れた時、その名主が祈りを捧げて、和田摘様を助けたということにした。という可能性も十分あるんだぜ。いやどうなのかしらね。だとしたら寸劇をしたっていう話はどこから来たのよ？寸劇に関しては、もしかしたら文化の流布のための創作の可能性がある。文化の流布？寸劇という文化を広めるため、そのようにして和田摘様を鎮めた。ということにしておけば、全国で寸劇がブームになるだろう。実際現地では17日祭りという形で、寸劇の文化が残り続けているんだからな。それは確かにそうかもしれないけど、わざわざ寸劇を残そうと思うのかしら？寸劇文化は、江戸中期頃に大阪、京都、江戸などで始まったものらしい。江戸中期となると18世紀中頃、江口文書が書かれた時期とかぶるな。ってことはその時期に寸劇文化を広めようとした何者かが、和田摘様を鎮めるために、寸劇を使ったって嘘をついたってこと？まあ嘘って言い方をするとあんまり良くない印象になってしまうが、確かにやってることとしては、嘘ってことになるかもしれないな。だが、文化や風習を広めようと思ったら、多少の脚色は必要なものなんだ。例えば霊夢が、どうしても誰かに食べてほしいスイーツがあった場合、そのスイーツのうまさや甘さについて、少し誇張して相手に伝えないか？確かに絶対美味しいとか言い切れないはずなのに言い切っちゃう時はあるかも。それと同じように、文化や風習を誰かに伝える時は、たとえその時に伝えられていなくても、実はと後から脚色されることがまあまあある。でも江戸時代って、そんな風に文化を無理やり根付かせてたのねー。まああくまでも、時代のズレを見た上での推測だけどな。ただ、そうした即興劇、ひいては演技というもの自体、いつ頃から日本に根付いたのかは、いまいちはっきりとは分かっていないんだ。あれ？でも演劇って古代ローマとかから来たって聞いたことあるけど、それはあくまでも、演劇であって、即興劇、寸劇はまた別だ。日本においては、遡ると縄文時代の頃から、土星の仮面や演劇の起源に関する可能性のある遺物が発見されている。縄文時代から日本の人たちは演劇をたしなんでいたってこと？さらに文献資料においては、古事記や日本書紀の頃から演劇的行為があるみたいだ。例えば日本神話の天の岩との話とかな。あれは雨の渦めが踊りを披露するというもので、踊りというのも広い意味では演じることを意味する。はあ、そう考えると、演劇の歴史ってかなり昔からあるのねー。そういった古代から演劇というものがあり、平安時代頃になってくると、能や楽といったものに、変化を遂げていく。そして江戸時代に入ると、能は上級武士のたしなむ芸術という文化に変化していった。あら、みんながみんな能をたしなめるわけじゃなかったの？平民には平民の仕事があったりして、明確に格差が生まれ始めていたからな。能は格式高いものに変化していったが、庶民は庶民で演劇的文化を楽しみたいと思った。そこで登場してくるのが、寸劇や即興劇というわけだな。なるほど、能とかは技術とかも必要だから難しいけど、寸劇だったら、その場に合わせて演じるから技術とかはそんなにいらないもんね。もちろん、演じるってことはそれだけで技術が必要なことではあるが、彼らからしたら、その場で楽しめればよかったのかもしれない。で、その寸劇の文化が生まれたのはいいけど、それを広めようとする動きもあったのね。そういうことだな。そこで使われたのが歴史的出来事だな。特にさっきも伝えた天の岩との話なんかは、雨の渦めが踊りを披露して、天照を岩戸から引っ張り出す話になっている。この話を参考に、各地方の神々を鎮めたという話の中に、踊りを踊ったとか、寸劇をしたとかそういう話が登場するようになったわけだ。じゃあ、街道神社に限らず、どこかの神社で神々を鎮めるために、
踊ったとか寸劇をしたって話があったら、もしかしたら江戸時代の人たちが、脚色して伝えている可能性があるってことなのね。全部が全部そうではないとは思うけどな。だが面白い考察ではあるだろう。そういえばマリサ、あのクジラの骨はどうしてあるの？鳥居に見立てているっていう例のクジラの骨よ。ああ、あの骨は言うなれば、象徴みたいなものだよ。象徴？なんでも当時の村は、海が近くにあったから捕鯨によって成り立っていたらしい。クジラは一体捕まえれば大量の肉が手に入るからな。それを食べるだけで、生活にはほぼ困らなかったみたいだぜ。クジラを食べて栄えた村だったんだ。そりゃクジラを大事にしてたんでしょうね。そういうことだ。もっとクジラが取れますようにとか、クジラがこれからも、村の近くで生活してくれますようにとか、いろんな意味合いを込めて、鳥居にしたみたいだぜ。鳥居部分になっているのは顎の部分の骨なんだが、どうやらもともとヒレ部分の骨もあったらしい。ヒレ部分まで？どうしてそこはなくなったの？どうやら腐ってしまったようだ。さすがに腐敗には勝てなかったというわけだ。腐っちゃうことなんてあるのね。っていうか顎の骨部分はなくならなかったのねー。そうだな。顎骨部分はたまたま残ってくれたようだ。自然の力だけで維持してきたのは、本当にすごいことだと思うぜ。ただ、海が近くにある町ゆえに、昔から水害は多かったようだな。そういえば、6月17日になると必ずデキマル社が出るって言ってたわね。どうして6月17日なのかしら？何か理由があるわけ？なぜ17日限定なのかははっきりとはわからないんだが、6月であることにはなんとなく理由はわかるぜ。九州地方は6月頃になると梅雨前線上を低気圧が東に進んでいく。すると南西から湿った空気が流れ込んできて、山間部の南西側を中心に、局地的な大雨となりやすい状況になる。結果的に、海は大荒れになり、危険を伴う状況になるんだ。なるほどね、低気圧が原因だったのね。でもそれだったら、無理に漁とかに出なければいいのに。家でおとなしくしておいて、嵐が去るのを待っておけばいいじゃない。当時の人間たちは、そう都合よくはいかないんだよ。村の主な食料がクジラとなると、他のものはなかなか手に入らない。当然、備蓄しておけるような食料も入手しづらい状況になっている。となると、たとえ嵐の日であろうと、クジラ漁に行かざるを得ないというわけだ。でもその結果犠牲者が増えると思うとねー。まあ、飢えて丸ぬか、海に流されて丸ぬかの違いだな。でも仮にお祈りとかしていたとしても、低気圧の影響だったら嵐なんて去らなくない？霊夢、昔の人たちっていうのはな、お祈りは天に届くまでずっとやるものなんだ。だから毎日毎日祈り続けていれば、いつかは必ず嵐は過ぎ去るだろう。確かに言われてみれば、毎日祈っていたらそりゃ去るとは思うけど。だから毎日祈っておいて、嵐が去ったらその時は、天に祈りが届いたということだ。そういう基準でいいんだ。昔の人って、昔は天変地異は全て神の仕業だと考えられていたわけだからな。昔の人に、低気圧とか梅雨前線とか言っても通じないぜ。まあそりゃそうだけどねー。でも今なら失わずに済んだ命だと思うと悲しいわ。人間そうやって、失敗や経験を繰り返していくってことだ。ただ、街道神社に関して一つ、人間のエゴのようなものを感じているぜ。あら何？人間のエゴって、街道神社のある場所はもともと小島、つまりはただの小島だったんだが、平成16年に有川港ターミナルが新築される際、島の周囲が埋め立てられてしまったそうだ。つまり長崎本土と街道神社がある小島が、陸続きになってしまったということだな。どうしてわざわざそんなことしたのよ？おそらく、街道神社を観光スポットとして利用したかったんだな。有川港ターミナルにはクジラの剥製や飲食店、クジラを祀っている、迎賓館なんてものも用意されているくらいだからな。完全に観光スポットとして、見に来た客を誘い込もうとしているぜ。確かにそれは観光地化しようとしてるわね。せっかくなんだから、ありのままの状態にしてくれた方が昔の人たちも嬉しいと思うんだけど。そうなんだよな。まあ、観光地化して人がやってくれば、その分有川の街もどんどん発展していくことになるとは思うんだが、なんだか先人たちへのリスペクトが欠けているような感じがして、少しもやっとするよな。実はな霊夢、街道神社という神社は日本にもう一箇所あるんだ。え？もう一箇所？それは青森県にある。所在地は青森県北津軽郡板柳町だそうで、これも文化遺産に認定されているな。どうしてわざわざ同じ名前に？と観光スポットとしての地位を横取りする気ね。そんなわけねえだろ。たまたま名前が一緒になってしまったんだろうな。長崎の方の街道神社とは違い、青森の街道神社は創設の起源があるそうだ。なんでも1593年、豊臣秀吉が生還のために肥前名古屋に陣を設けた時、
弓鉄砲隊を派遣するため、軍の漂流運搬置き場を船岡に開いたんだそうだ。もしかして、そこに神社を建てたってことかしら？お、察しがいいな霊夢。その通りだぜ。そこの一角に神社を建立した。その目的は、和田摘様をお呼びし、海上の安全、国土繁栄を祈願するためだ。街道神社を作ってからは、生還の作戦が進んでいったそうだが、かつてそこで未曾有の水害が発生してしまい、境内が水浸しになってしまったそうだ。あらら、和田摘様、生還なんかするなって言ってるのよ。仕方なしに、街道神社は水害を受けない場所に移動されたそうだ。それが正確な現在の街道神社の位置になるそうなんだが、南の街道神社も、北の街道神社も大変だったみたいね。ただ、青森の方の街道神社にはクジラの顎の骨などはないため、長崎の街道神社よりどうしても影が薄くなってしまいがちなんだけどな。それは青森の人たちに怒られたりしないのかしら？ただ、青森の街道神社はどうやら、長崎の神社にはないパワーがあるらしいぜ。あら、パワーですって？どんなものがあるの？何でも訪れる者の心を癒し、エネルギーを充填する場所なんだとか。社殿の入り口には大きな池があり、この池には竜頭観音が祀られているそうだ。竜頭観音？竜の頭をした観音様ってこと？いや、36観音の一つで竜の頭に乗った観音様のことだ。この観音様には、船旅や水難からの保護のご利益があると言われていて、今も多くの人が参拝に訪れるんだそうだ。でもそれだったら、長崎の方の街道神社にも、そういうご利益はあるんじゃないの？長崎の方にも和田摘様はいるんだが、あっちも水難からのご加護はあれど、どちらかというと、大漁を願う場所に近いからな。身の安全よりは、大漁を祈願するところ、ってイメージだぜ。ふーん、あっちとこっちでいろいろ違うのね。ただ、長崎の方の街道神社には、狛犬がいたりもするから面白いぜ。え？狛犬がいるの？なんで？まあ狛犬がいるということは、普通に考えて魔除けのためなんだが、クジラの骨がある場所に狛犬がいると、まるでその骨目当てのようで面白いよな。ふーん、でももともと狛犬なんていなかったんじゃない？和田摘様がいるだけで、十分守っていただけそうな気がするし、多分、もともとはいなかったと思うぜ。しかし、何かしらの文化の輸入があったんだろう。神社といえば狛犬、という風潮があって、仕方なしに狛犬も設置されることになったのかもしれないぜ。ええ、和田摘様がいれば十分だって言ってるのに。まあ、これも神社と呼ばれる場所の定めとでも言うべきものだ。狛犬が設置されるようになったのは、高句麗と日本が関わるようになってからかな。狛犬は高麗犬と表記されることもあり、高句麗の犬であることを示しているという。ええ、せっかく日本の神社なのに、もともとは朝鮮からやってきた犬だったの？そんな野草にするなよ。確かに日本古来の守護神ではないんだが、その代わりに最強の守護獣とも呼ばれているんだ。あら、そうだったの？最強ねえ。おそらくは平安時代頃、日本に入ってきたと考えられている。時代的には、街道神社が作られた頃には、狛犬はすでに日本にやってきていたことになるが、街道神社を作ったと同時に狛犬も設置されたのかは不明だ。きっと後からよ後からに決まってるわ。なんでそう狛犬を毛嫌いするんだよ。ちなみにだが、設置されているのは狛犬ではなくシーサーである。という説もまことしやかに囁かれているぜ。狛犬じゃなくてシーサー？それって何か違いがあるの？広い意味では同じなんだが、沖縄のシーサーは狛犬より少し見た目が強そうだよな。もしかしたら、神社を建立してからもやはり出来丸社は時折出てしまって、和田摘様の力だけでなく、シーサーの力も借りようということになって、最終的にシーサーも神社に置かれることになったのかもしれないぜ。あんまり想像したくないわね。でも、創設の時期だけはここまで聞いても結局わからないのねー。まあそうだな。名主の名前が出てきたのが1755年以降とのことだから、おそらくそれくらいの時期に建立されたんじゃないかと、個人的には考えているんだが。でもそれだと、村が作られたのが結構最近の方になっちゃうわよねー。村が作られた時期と、神社が作られた時期は別々なんじゃないかしら。あれこれ作られたタイミングがバラバラになってしまっていると、創設の時期もわからなくなるから、同定が大変なんだよな。海中を探れば、何か当時の記録でも見つかるかもしれないんだが、残念ながら近辺の海は埋め立てられてしまい、今は探ることができない状況だからな。そうだったわね。まったく、貴重な文化なのに埋め立てなんかして。でもまあ、そうやって人というのは生きていくんだと思うぜ。当時の人たちは、クジラを食べて食い繋いできたわけだが、現代の人たちは、その当時の人たちを尊敬して、あの神社を残したまま、その偉大な文化を継いでいこうとしてるんだから。そしてその文化をより多くの人に届けるために、島に生きやすくしただけのことだ。まあ言い換えるとそういうことになるかもしれないけど、
でもやっぱり、せっかくの貴重な文化を埋め立てちゃうっていうのはちょっと。埋め立てる前に、もしかしたら周辺の海は探ってみたかもしれないぞ。しかしその中でも、貴重な遺物は発見されなかったんだろうな。資料が見つかっていれば、ニュースになって創設時期のヒントになるかもしれない。まあ創設時期とかが分かっても、寸劇の文化はどこから来たのか、名主っていうのはどこからやってきたのか、っていういろいろの疑惑が確信になるわけじゃないけど、まあそこは仕方ないところだと思うぜ。日本全国を見て回ると、なぜそんなところに、と思ってしまうような神社がまだまだ残されているんだからな。街道神社はむしろ、クジラを祀っている分わかりやすい方だと思うぜ。まあそれは確かに、クジラで栄えたんだってわかりやすいわね。例えば海底なんかに沈んでいる神社も、日本にはあったりするんだぜ。ええ、海底の神社ってそんなところに建てて何するつもりだったのかしら。わかった、混流した当時は、まだそこが陸地だったとか。日本人が日本に住み始めてたかだか数千年だ。そんな短い期間に大地はそこまで大きく動くことはないだろう。じゃあどうして海底に神社なんかが。っていうか当時の人たち、そんな技術があったの？はわは、見事に興味津々のようだから答え合わせをさせてもらうと、海底神社の名前は須崎神社という。この神社は実は、つい最近できたばかりのまだ新しい神社なんだよ。まだ新しい神社？どういうこと？航海安全、豊漁などの神徳のために、須崎神社の分社として作られたんだ。しかもこの神社を建立しようと最初に考えたのは、どうやらダイバーの方々らしい。だ、ダイバーさんたちがそんなものを作ろうだなんて、信心深い人たちってことかしらね。それもあるかもしれないが、純粋に水難に遭わないようにという願いを込めたんだろう。ダイバーたちはこぞって、その海底神社にお参りに行くそうだぜ。建立から20年以上が経過しているそうだが、今でも見に来る人は大勢いるそうだ。水の中にある神社なのに、わざわざ見に行くってすごいわね。みんなダイビングは好きなんでしょうけど、やっぱり危険も伴うスポーツってことなのね。そこに行きさえすれば、自分たちも安全にダイビングできるかもってな。なるほどねー。まあでも確かに水の中にあった方が、水の力を借りれる神社って感じがするものね。じゃあ街道神社もいっそのこと沈めた方がいいのかしら？怖いこと言うなよお前な。冗談よ冗談に決まってるでしょ。でも、街道神社にはまだまだ伝承と文献の食い違いがあることは分かったわ。今後の調査次第で、もっと鮮明に分かればいいんだけど。まあ、資料がこれ以上出てくるかはちょっと分からないところではあるが、待っていれば、何かしらの証拠が出てくる可能性は十分にある。その時まで待っていてもいいかもしれないな。でもその前に、そこまで興味を持ったなら、一度くらい街道神社にお参りに行くべきだと思うぜ。あ、それはそうね。私あのクジラの骨触ってみたいと思ってたのよ。コーティングはされてるとは思うんだけど、本物のクジラの骨なのよね。それじゃあ煮込んだりしたら、いい出汁が取れるのかしら？貴重なクジラの骨で出汁を取ろうとするんじゃないぜ。それでは、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。